とチャンネル、うん、あのエニアグラムっていうのを一番多く出してるんですけども、うん、まあ、いろいろその縁もあって、うん、いろんなコメントをいただく中、はい、一番質問として多いのが、うん、このタイプ5とタイプ9で迷ってますなんていうのを一番多いかなと感じてるんですけど、一番かどうか分かんないですけど多い、一番ですか？あ、この中で一番ですか？なんとなく、あ、なんとなくです。あ、はいはい、だから二等兵調べなんで、二等兵、はい、うん、感覚的にですよね。感覚的に一番多い、あのエニアグラム全体の話をしてるわけではないです、はいはい、ただ多いかなと思ってますと、うん、じゃあリソさんがこのタイプ5とタイプ9についてどう伝えているのかを、はい、あの紹介したいと思ってます、うん、タイプ5とタイプ9の5人について、うんうん、タイプ5とタイプ9については、うん、詳しく比較対象する必要があるだろうと、うん、なぜかというと、うん、非常にたくさんのタイプ9が、うん、自分をタイプ5と間違えるからであると、うん、例によってこの逆の5人はほとんど起こらない、うん、特に教育があって頭が良い人の場合、うん、通常のタイプ9の男性は、うん、自分をタイプ5だと考える傾向がある、うんうん、それはありそうですよね。体調もはじめ、うん、ちょっと迷った5あんま なのでこう多分いい大学を行ってる人とか、はい、よく間違えるんじゃないかなとは思いますよね。でご自身が、うん、その人から離れる人が有利タイプであるっていうことは分かっている。でこういろいろかんちゃんと考えるじゃないですかみんな、まあ、人間、うん、はい、誰しもが考えます、うんうん、タイプ9は自己感覚がごめんなさい、タイプ9は自己感覚が定まっていないため、うん、自分のタイプを特定するのが全性格のタイプの中で最も難しい、うん、通常のタイプは自己同一視している相手以外には自分が何者であるかという感覚をほとんど持っていない、うん、意味わかります？自己同一視している相手以外には自分が何者であるかという感覚をほとんど持っていない。自己同一視していないって話ですか？体調はある人に対してその、文章の意味がいまいち分かってないですね。じゃあちょっと飛ばしましょうかね、はいはい、だから彼らは自分のタイプを見つけるのにどこから取り掛かるべきか途方に暮れてしまう、うん、自分をタイプ5やタイプ2だと思ったり、すべてのタイプの中に少しずつ自分を見つけたりして、うん、それ以上自分自身を確認する努力をしない、うんうん、道を教えてくれるものがなければこの苦境に陥ったタイプ9は肩をすくめてエニアグラムに見切りをつけて、うん、さらにもっと重要なことがあるか自分認識を得ることも見限ってしまう、うんうん、やめた、うん、もういいやもういいや、うん、ってなりがち、うん、比較的健全なタイプ9でも、はい、やはりその自己感覚は幾分拡散している、うん、それは他人を受け入れるそして自己に意識しない、はい、という彼らの能力に基づいているからであると、うん、しかもその行為が彼らにとって嫌でたまらないものである不安を呼び起こすため、うん、通常のタイプ9が自分のタイプを特定するのは厄介であると。彼らは自分の心の中の平和を乱すものは皆、うん、無視するか、うん、見えないふりをする、うんうんうん、彼らはどんなものであろうと構わず、うん、心地よい自分自身についての観念に浸る方法を好んで内省しようとしない、うん、自分自身についてはっきり理解しないままにして、うん、それによって自分の感情的安らぎを保つことの方が、うん、通常のタイプ9にとっては深い洞察を得るよりも重要なのであると、うんうんうん、これなんかちょっとわかる気はしますね、うん、自分がどのタイプなのかどうでもいいと思ってるってことですよね、はい、それよりも今居心地がいいかどうか、だしそれが不安を呼び起こす嫌で、うん、嫌だから自分を知るっていうことが嫌なこともあるんですかね、うん、あ、嫌なところ嫌なところですよエニアグラム見たくないところですねそれはみんな見たくないところを見ろって言われるわけじゃないですか。これがお前の悪いところだ味わってないってことですねそれを味わってないっていうか見ないようにしている見ないようにするから
タイプが分からないって話じゃないですか。深く洞察したくない。なぜならそれは見たくないところを見ることになるから。そう、ここですね、うん、っていう今まで挙げたもの、うん、これらのどれ一つとしてもタイプ5には当てはまらず、うん、この2つのタイプは多くの点で正反対であると、うんうん、タイプ9は物柔らか、うん、のんきで我慢強く受容的で人に合わせる、うん、一方タイプ5は激しく、うん、過断で理屈っぽく、うん、論争好きで、うん、他人の影響に強く抵抗する、うん、タイプ9は人々が好き、うん、彼らを信頼する、うん、時として信頼しすぎてしまう、うん、それに対して通常のタイプ5は人に対して疑り深く、うん、決して信用せず時としてあまりにひねくれて抵抗的、うん、あー、わかりますねどちらのタイプもエニアグラムの3つの有利タイプに入っている、うんうん、そして、うん、これはまあ4と9のタイプで、うん、4と9の5人と同じように、うん、この2つのタイプというのは、うん、5と9の間に似た部分もあるが、うん、決して表面的なものであると、うんうん、そうだから表面的に似てたりすることはあるなと思うんですよね。まあ誰しも考えるし、うんうん、知識は持っているし、っていうとこですね、うん、で類似点はいくつかあるが、タイプ9のにとって混同迷う中心になるのは思考という概念についてである、うんうん、タイプ9が自分をタイプ5だと考えるのは、うん、自分は深遠な、うん、深くて遠い、うん、考えを抱いている、うん、よって自分はタイプ5に違いない、うん、と思うからであると、うんうんうん、グループとして見た場合は、うん、おそらくタイプ5が9つの性格のタイプの中で最も聡明であるが、うん、問題の一部は、うん、どちらのタイプの人も時として非常に頭がいいという事実から出てくる、うん、タイプ9は非常に頭がいい場合は、うん、タイプ5と同じぐらい才気間髪なところもあるが、うん、彼らの知的能力は区分化されている、うん、彼らってタイプ9ですね、うん、彼らは仕事中は才気にあふれているが、うん、他の場所では注意力、うんうんうん、集中力がなく不注意である、うんうん、それに対してタイプ5はあらゆる場所で常に集中し注意深い、うんうんうん、分かる気がします。分かる気がします、うんうんうん、スイッチが僕もこう考えるときと考えないときのスイッチがある気がしますもん、はい、うん、確かに、うん、基本は緩い感じ、緩い感じ、はい、うん、知性はさまざまな形で現れるものであるが、うん、考えるからといって試作者にならないのと同じように、うん、頭がいいからといってタイプ9は知識人にはならない、うん、今まで見てきたように 1,2 の特性を切り離してみるのではなく、うん、全体としての様式、うん、及び動機を考慮に入れなければならないと、うん、あらゆるタイプが何らかのやり方で考えるのであるから、うん、詳しくどう考えるかっていうのを区別しない限り、うん、考えるっていうことだけでは性格診断の十分な根拠にはならないよと、うんうん、タイプ9の思考とタイプ5の思考の基本的な違いは、タイプ9は一般論や創造的な木工、うん、木工っていうのは黙って考える、うん、いや空想的状況に飲み込まれて、うん、印象で物を捉えることである、うんうんうん、印象で物を捉える、うんうんうん、タイプ9は細部には関わらず一度行動に移してしまえば、うん、その後追いかけることは普通得意でないという特徴がある、うん、ああ、うん、得意ではない。5の人ってどんどん掘ってくる、掘っていく、そういうのは得意ではないとかですよね、はい、それに対してタイプ5の思考は極めて集中的で鋭く、うんうん、概念構造の狭さは顕微鏡的と言えるほどであると。タイプ5は細部にこだわり、うんうん、研究や学問や複雑な知的追求に夢中になる、うんうん、彼らは徹底的に考え集中するあまり他の知識を遮断する、うん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 、自分を傷つけるまで、うん、それと対照的にタイプ9は細気間髪な人でさえ、うん、問題を凝縮させる傾向がある、うん、いろんな事柄をどうですかね。彼らはすぐに集中力を失い、うん、飽きたり不安になったりすると関心をそらせてしまう傾向があるよと、うんうんうん、でタイプ9の問題は、うん、タイプ9は問題に対して
遠大で包括的で理想主義的な解決策を展開する傾向がある、うんうんうん、あ、そうですね、うん、その代わりタイプ5は問題を熟考し、うん、それからその問題が生じたという問題を、うん、それからそちらの問題をという具合に際限なく考える傾向がある、うん、問題に対して、うん、タイプ9は理想、うん、方どうだ、うん、タイプ5はこれが理想だよねっていうところです。この問題がある、うん、そしてまたこの問題がある、うん、あ、そうするとまたこの問題もあるよね、うん、あ、じゃあこの問題がってずっと続くっていうどんどん問題が出てくる、うんうん、でタイプ9は天性の物語上手、それは子供が相手でも他人と素直に意思を伝え合える、うん、タイプ5は普通少しの人としか話をしないが、うん、考えを自分一人の胸にしまっておく、うんうんうん、そして彼らの考えは、うん、あまりにも込み入っていて、うん、専門家以外と話し合うのは難しいうん、うん、ちょっとディスってますねこの辺ディスっていうのは褒めてる、褒めでもあるし、うん、ディスってる、ディスって、あ、僕のなんかディスってるなと思いました、うん、僕はでもそれだけ頭がいいって話ですよね。あ、羨ましい面でもあります、うんうん、が普通の人とは話せないって言われてる、うんうん、君の話は通じないよって。でもそれだけ頭がいいですよって話じゃないですか。あ、両面です、うん、天才ですね、はい、っていう。タイプ9はだいたい自分の行動の結果を考えないが、うん、タイプ5はあらゆる行動の結果を推測することにひどく興味を持っている、うんうん、学者ですよね、はい、物事にはなんか原因があって結果があるみたいな、はい、タイプ9は世界を理想化し、うん、いつでも善が悪を打ち負かす創造の世界を作り出す、うん、タイプ5は現実の世界を分析し、うん、大抵悪が善を打ち負かすか、うん、善と拮抗する恐ろしい筋書きを作り出す、うんうんうん、タイプ9は単純化する、うん、タイプ5は複雑化する、うん、タイプ9は過去に目を向け、タイプ5は未来に目を向ける、うん、タイプ9は空想化、タイプ5は理論化、うん、タイプ9は有利し、タイプ5は超然とする、うん、タイプ9は無双化、うん、タイプ5は虚無的、うん、タイプ9は楽観主義、タイプ5は悲観主義、うん、タイプ9は開放的、うん、タイプ5は抵抗的、うん、タイプ9は人を驚かさず断定を避ける、うん、タイプ5は身構え議論を好む、うん、タイプ9は心安らかで、タイプ5は張り詰めている、うん、堕落するとタイプ9は分裂に、うん、タイプ5は変質病に陥る、うん、いかがでしょうかと、うん、はい、スイッチを切っている時を本質だと思っているタイプ5がタイプ9と認識するんですかね、あ、ではなく、うん、この本では間違えるのはタイプ9、考えるタイプ9が自分がタイプ5だうん、っていうのが、まあ、でも多いっていう話、5もなくはないって話ですよね、はい、少ない、あ、少なからずはあるでしょうね、うんうん、はい、でもしあるとすればそういうことかもしれないですね。あ、なるほど、うん、要は自分が、うん、スイッチを切っている時に、うんうん、9だと思うことがあるかもしれない、タイプ5が、まあ、うん、と5が誤認するとすればそういう理由なのかなっていう考察です、はい、でも多分周りから見ると、うん、長くつきちょっと付き合えばちょっと分かりそうですね、うん、さっきのテキストの記述だと5が9と誤認することはなさそうですね、なさそう、そうですね、うん、でよく考えれば誤認しないんですが、うん、表面上が似ているとはあるかもしれないですね。表面上はなんか頭良かったりすると、はい、まあ、他のタイプでも頭良かったりすると5かもって思うじゃないですか。思う、うん、僕も本読むので5かもって思いまして、うん、っていうのはあるじゃないですか。なんかとても頭のいい人見ると、はい、5っぽいって思うじゃないですか。思うバイアスがかかる、はいはい、だってもう学年10番以内は全部5かみたいな、そうそうそう、なわけないですもんね。なわけないんですよね、はい、うん、多分学年ビリの、うん、ビリぐらいにいる5もいますよね、うん、多分、うん、はい、その代わり電車のことめちゃめちゃ詳しいとか、あ、そうそうそう、そういうのありそうですよね、っていうことですよね、うん、多分、うん、